って何？英子、実は会社のことなんだ。この不景気でな、我が社の倒産寸前なんだ。でな、この手は使いたくなかったが、英子、お前美濃田財閥の御曹司と結婚してくれ。いいか、今晩中にお前が決めろ。もしお前が断るんだったら妹に結婚してもらう。そんな、妹は関係ないじゃない。それにあの子はまだ学生なのよ。もう結婚は決まったんだ。お前がいるよ。もうあいつしかいないんだ。よく考えてくれ。姉ちゃん、ありがとう。
中里悦子はこの度美濃田哲平さんと結婚することになりました。どうか結婚式では多くのお客様に祝っていただけると嬉しく思います。そんなアスファルトの手返しにも負けずに自分の足で